鳥沢駅は山梨県大月市富浜町鳥沢にある東日本旅客鉄道中央本線の駅。駅番号は JC30。島式ホーム一面二線と下りの貨物列車用の対比線を持つ地上駅であったが、現在対比線は撤去されており、停留所となっている。ホームはかさ上げされていない。ホームと駅舎との間は古線橋で連絡している。 木造駅舎を持ち、改札口は有人通路のみである。無人駅で、無人化直前は、大月駅が管理する、業務委託駅であった。自動券売機、簡易水化改札機が設置されている。緑の窓口は2009年5月31日で、営業を終了した。その後、駅及び、 駅周辺の美化活動を行うボランティアとして、JR 東日本 OB に名誉駅長を移植している。2016年には、旧木造駅舎を取り壊し、新たな駅舎を建設した。新たな駅舎は、国道20号からの視認性などを配慮し、建物の隅に三陰石を用いたデザインとした。また、建物を一つの屋根で覆い、その下に施設を構成する配置とし、 通行スペースにおいては透明アクリル板を用いて開放感を演出する作りとした。新駅舎には客用トイレが設置されず、地元住民や大月市は JR 側にトイレ設置を求めるとともに、駅利用者に対してしばらくの間は近くの小学校プールのトイレを案内する通していたが、大月市により駅前広場に公衆トイレが設置され、 2017年9月15日より共用開始となった。JR 東日本によると、2000年度から2014年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。周辺は旧甲州街道の鳥沢宿にあたり、古い建物も多い。また、駅から大月駅方向に進んだ新桂川橋梁の下は一定の集落となっている。 最寄り停留所は国道20号線上にある鳥沢駅前となる。以下の路線が乗り入れ、富士急バスにより運行されている。ありがとうございます。